2023年11月中旬、日本では日に日に寒さが増してきたこの季節、南半球オーストラリアへ行く機会に恵まれました。到着したのは気候が真逆の春のシドニー。独自の環境が広がるここオーストラリア大陸でアリを観察してみたい。ここは人々が憩いの時間を過ごすシドニー王立植物園。さあ、彼らの世界へ足を踏み入れよう。園内で観察を始めてすぐ、黒い小型のアリの行列を見つけました。オーストラリアで最初に見たアリの行列です。嬉しいですね。よく見ると、腹部を上げて歩いているアリもいます。シリアゲアリなどの仲間でしょうか。行列は近くの木へと続いていました。幹の表面をたくさんのアリたちが歩いています。木の表面をよく観察すると、樹皮に開いた小さな穴からアリたちが出入りしていました。ここに巣があるようです。そして出入りするアリたちを見ると、伏兵節の数が一つのようです。腹部を上げて歩いている様子なども見られましたが、シリアゲアリの仲間ではないということです。これは何でしょう。カタアリなどの仲間でしょうか。目の前を慌てた様子の中型のアリが走り抜けました。捕まえてみると、なんと胸部に脱脂痕が。このアリは女王アリでした。口から何かを吐き出しました。防御反応でしょうか。日本では見ることのない金色の毛をまとったトゲアリの仲間の女王、とても美しいですね。歩道を進んでいると、赤っぽいアリに目が止まりました。結構大きいアリです。赤く見えるのは頭のようです。このアリは何者でしょうか。あからさまに巨大な頭はオオズワリの仲間を思わせますが、これほど大きなオオズワリの仲間は見たことがありません。ここではこのメジャーワーカー1匹しか見つかりませんでしたが、興味深いアリでした。またアズマオオズワリによく似たオオズワリの仲間も見つかりました。昆虫の死骸に集まったメジャーワーカーにマイナーワーカー、見慣れたサイズのオオズワリはどこか親近感を感じます。観察を始めて早々、何種類ものアリを見ることができました。出会うアリはすべて初めて見るアリ。なんと夢のような環境でしょうか。地表で活動する数匹のアリを見つけました。このアリたちは小さな昆虫の死骸を運んでいる最中のようでした。リチドポネラというグループの一種とみられるこのアリは、見る角度により
弱い緑色の光沢を放つ美しい蟻でした。体のサイズはやや小ぶり、大顎は立派で目も大きめです。こんな蟻がいるんですね。大きな木のくぼみ部分に営巣しているアリを見つけました。数匹のワーカーが周囲で活動しています。このアリもどうやらリチドポネラの一種のようですが、先ほどの種類よりも大型な種類です。このアリも弱い緑色の光沢があり、主に樹木の周辺で活動しているのを観察することができました。オオアリの仲間を見つけました。アメイロオアリに似ていますね。このアリは今回の観察で見つけることができた唯一のオオアリですが、触角が左右ともに欠損していました。尻上げアリの仲間と大津アリのワーカー1匹、争いでもあったのでしょうか。ここに生息していた尻上げアリは黒いタイプ、テラニシ尻上げアリなどによく似ています。花壇のような場所で1匹の女王アリを見つけました。緑色の光沢があるトゲアリの仲間の女王、小型な種類です。それにしても緑色のアリがこんなに豊富にいることに驚きです。細長い草の葉の上を歩くまた別のトゲアリを見つけました。今度はシルバーに輝く種類、そしてまたしても女王アリです。クロトゲアリなどに似ていますね。とにかくかっこいいアリでした。明るく開けた地表に大きく巣口を開けたコロニーを見つけました。たくさんのワーカーたちが出入りする活発なコロニーです。これまで見てきたアリたちの中でも最も鮮やかな緑色の輝き、圧巻の色彩美を放つこのアリもリチドポネラの一種のようです。体は大きく、見ての通りの土中栄草種。オーストラリアでグリーンヘッドアントと呼ばれているアリはこのアリのことかもしれません。
レンガの上を行列していたのは、大手割りによく似たアリ。何か争い事でも起きているのでしょうか。このアリもまた、どこか親近感を抱かせてくれたアリです。滞在中、アリ観察に許された時間は約3時間。そろそろタイムリミットです。今回もたくさんのアリを見ることができました。これがアリ愛好家の最高の休日です。